ブラックパウダーを始めよう第6回。これね、もうね、テイク3、3回取り直してるんで、サクサクいきます、えー。射撃の工程やっていきます。実際どういう、えー、射撃の工程を行っていくか、順を追って、えー、射撃の説明していきます。まずですね、あのユニット、射撃するユニットを決める。すると、えー、ユニットの攻撃回数の、 回数いくつになるかっていう補正を見るんですね。で、まあ通常サイズ、3モデルが通常サイズとしたら、通常レギュラーサイズは3回攻撃ができると。3回攻撃できます。で、まあ、大型。大型になると1個増える。大型の1個増える。プラス1になる。まあ、5回攻撃になる。で、逆に、 えーまあ2個が小型としましょう。小型、小型ユニットになると、通常3のとこから1個減って2個になると。で、さらに、えー、超小型、タイニーサイズのユニットになると、1回攻撃になるというふうになります。これが回数補正です。で、さらに、えー、っとね、これですね。体型で補正が変わってくるんですね。まず、抗群渋滞の場合、 この場合は攻撃が0回なんですね。なし、攻撃ダイスなし、まあ、実質射撃できない状態です。で、さらに、えー、ユニットが、まあ、なんか家屋とか要塞なんかの、えー、施設の中に入ってる場合、その場合は、えー、施設っていうのは、まあ、上下左右4、4方向を定義されて、1方向につき、 2 2回攻2回攻攻撃撃が最大でできるんですねでもともとユニットが3回攻撃でき,できるんだとしたら、まあ、前方に2回横に1回みたいな、あのー、回,回数を最大2回で方向に振り分ける形になります、えー、続いて砲兵の場合なんですけど砲兵は距離によって攻撃回数変わってきます通常の砲兵ですね通常の砲兵は距離によって攻撃回数が変わってきます なんていうか大きい方兵というか <laughs>、ラージサイズの方兵とかあるんで、まあ、通常サイズの方兵ですね。通常サイズの方兵は、えーまあ、長距離、射程距離の半分以上、まあ、36インチ射程があるとしたら、18インチ以上先に敵がいるとするんだったら、これ、長距離になって、1回攻撃ができると、1回ですで。18インチ以内、18インチ以内まで距離を詰めた場合は、 攻撃回数が2回になると。で、もう至近距離、6インチまで詰めたら、これが攻撃回数3回になります。距離によって攻撃回数が変わってきます。さらにですね、えー、砲兵、運搬中。馬に引かれて運搬中。運搬中の砲兵は、えぇ、ー、興奮渋滞と同じく、攻撃能力がありません。これも、えー、攻撃台数0回。 ということで実質射撃ができない状態になります。はい、それでは攻撃回数が決まりましたと。次は命中補正を見ていきます。命中補正は、まずですね、えー、まあ、振って4以上,4以上が出れば、まあ、命中すると。4以上が基本です、基本値です。この4以上から補正をかけて、 当たりやすくなったり、外れやすくなったりしていきます。えー、最初はですね。まずね、射撃する側が混乱、あるいは動揺中だったらマイナス1。5以上出さないと当たらなくなります。で次に、もし、あれですね、あのー、敵が、なんか遮蔽物かなんかで、半分見えないと。半分見えない場合。 まあ、敵が不明確な目標だと不明確な目標であるときは、えー、命中マイナス1これも5プラスじゃないと当たらなくなりますこれちなみに混乱していて相手が不明確な目標であった場合はマイナス、まあ、これは重複してマイナスになるんですねこれも注意ですで逆に、えー、補正がプラスになる場合もやっていきましょうプラスになる場合はですね、えー 相手がえー、射撃する相手が例えば興軍重隊だった場合この場合もこの場合かこの場合は射撃プラス1なので、まあ、命中プラス1なんで、えー、3プラス3以上出せば当たるふうになります相手が運搬中の運搬中の砲兵であった場合もプラス1ですこれも3プラスで 3以上で当たることになりますであとはすごいもう接近急接近してえー、相手が6インチ以内6インチ以内にいる場合はプラス1ですプラス1これも33プラス3以上で当たることになりますもちろんあの、まあ、相手が相手が行軍渋滞かつ えー、至近距離だったらこれプラス2になって、まあ、2プラス2以上出せば当たることになります恐ろしいですねはいえー、まあこれが歩兵の命中補正なんですけど次に歩兵ですね歩兵の命中補正やっていきます歩兵の命中補正はですねまずえー、射程の射程が半分以上18インチ以上長距離 の射撃、砲撃であった場合はマイナス1です。マイナス1、あの基本が4プラス4以上なんで、これが、まあ、マイナス1で5プラス5以上になります。これ5以上じゃないと当たらないというふうになりますね。逆に、えー、砲兵も砲兵と同じように6インチ、6インチ以内に近づけばプラス1の補正で砲撃を行うことができます。これも、えー 元が4だから3か3プラスで攻撃ができますさらに砲兵の場合あの近ければダイスも増えますんでこれはかなり危険な状態ですね相手にとってはいそれでえー、射撃攻撃ロール射撃の攻撃ロールを行うんですがここでもし6ダイス目6が出てしまった場合は相手がえー、無条件で混乱します混乱状態になります で、えーまあ、混乱については後ほど詳しく話します。で、えーまあ、命中補正の、えー、補正通り、補正以上、補正した,正した値以上の、えー、出面が出た場合、例えばこの場合4以上、4以上だったらまあ5と6割た出たんで、2つ命中、2発命中するわけなんですね。で、その命中した分だけ相手が 振り直すんですね。これを式セーブと言います。振り、相手がその分だけ振って、で、4以上、4以上を出すと、このダメージを無効化することができると。で、その式セーブにも補正がかかっていきます。基本は4以上出せばダメージを無効化できるんですが、例えばですね、例えば、えー 攻撃を受ける部隊が、この、あれですね、家屋、なんか家に、<laughs> 施設の中に入っていた場合は、プラス1、プラス1になります。えー、っと、4プラスだからあれか、えー、3プラスか、3プラス3以上出せば、ダメージを無効化することができます。あ、違いますね。あの、あ、違った違った。施設の場合は、プラス2ですね。プラス2、2です、2。 なのでまあ、2, 2以上出したら無効化できるのでかなり硬くなります、施設の中に入ると。他にあの、今のはハードカバーなんですけど、ライトカバーっていう、ちょっと深めの森、深めの森からに入ってる場合はプラス1、ライトカバーですね、この場合はプラス1で、えー、4プラス1なんで、3か、3以上出せば、えー、ダメージを無効化できる。 ようになります逆にですね、悪化する場合もあると。もちろん、ね、良くなる場合もあれば悪化する場合もあると。悪化するのはですね、えっと、これか。まあ、もし、セーブする側、式セーブする側が抗群渋滞であった場合、これマイナス2です。マイナス2 <laughs>。えー、6出さないとセーブできません。マイナス2です。 式セーブマイナスに注意してください。あとですねえー、っと例えばですね今のは歩兵だったんですけどこれが歩兵の場合ちょこれもまた変わってくるんですね歩兵から遠距離で18インチ以上先から砲撃を受けた場合この場合も当たってしまったら、えー、式セーブマイナス1ですマイナス1でセーブしきゃいけないと。 まあ5以上じゃないと成功しない。で、中距離近距離、中距離18インチ以内で、えー、砲された場合、これマイナス2になります。恐ろしいですね。18インチ以内はマイナス2。なので、えー、6、6しか成功しなくなってしまいます。はい、そんな感じで、まあ、引き成分に補正がかんですけど、では、まあ、3発食らったとして、611と、 こんな感じで、2回失敗した場合、え2ダメージ、2ダメージなんです。2、え2ポイントの死傷者マーカーがつきます。前回被害者マーカーって言いましたけど、直訳すると死傷者マーカーですね。死傷者トーク、視聴者マーカーか。視聴者マーカーがつきます。これもダメージに該当する感じですね。で、死傷者マーカーが、スタミナ値、 スタミナ値と同値あるいは超えちゃうと、えー、ユニットが動揺します、まあ、動揺に関しては後ほどまた説明しますなので、まあ、いきなり射撃して部隊が全滅するってことはないのでねそこはちょっと注意してくださいはい、えー、続いて、えー、特殊な射撃の例に関してここで、えー、説明して,していきますえー、っとですね 例えば、敵の、敵の真横っすね。敵の真横に対して、ちょっとわかりづらいな。敵の真横に対して直線を引いて90度、90度になる。あ真横。敵の真横を突き刺すようなラインで射撃をする場合。えー、これは銃射 縦の射撃と書いて銃射銃舎になります、まあ。包囲射撃とも側面攻撃とも言いますが、銃射になります。で、銃舎になる場合は、えー、攻撃ロールを行うときに、なんと失敗したロールをリロールできるんですね。リロールできると。リロールできます。銃舎はリロールできます。オファやなく。で、銃舎は歩兵、騎兵とかは対象になるんですけど、なんと歩兵、 砲兵は従者の対象になりません。砲兵、基本、あの、横っていう概念がないと思ってください。さ一種の三平であるので、砲兵は横の概念がありません。ただし、運搬してる砲兵に関しては、横の概念があるのかないや、運搬中の、運搬中の砲兵もどうやら、あれですね、横の概念はないみたいですね。これも、運搬中の砲兵も、えー、獣の対象にならないですね。 とにかく、列引いてる奴らは、銃者の対、対象になります。注意です。でちなみに、抗軍渋滞。抗軍渋滞は、どの面を攻撃しても、銃者扱いになります。まあ、前面を攻撃しようが、側面を攻撃しようが、まあ、背面を攻撃しようが、銃者扱いになりますんで、命中するときはリロールできます。恐ろしいですね。<laughs> はい。 でえー、っとですね、砲兵が銃射を行う場合、ちょっと、えー、規定があります、えー。砲兵の射程の半分以内、18インチ以内に相手を収めないと、射程,を射程に収めないと、銃、え、射、ー、を行うことはできません。ここ注意です、はい、次の、えー、特殊な射撃の例。 え、オーバーヘッド射撃です。オーバーヘッド射撃。翼くんとか、美咲くんとか、そのオーバーヘッドではなく、え、弾のオーバーヘッドです。えー、まず、砲兵ですね。砲兵が、射線上に、射線上の6インチ以内に、何にも、射兵物や味方、味方ユニットがいなくで、その先に敵がいる場合、オーバーヘッド射撃、頭上を越えて、 射撃を行うことができます。このゲーム、基本的に味方は射兵するんですけど、まあ、この砲兵の場合は特別に上を飛び越えて、6インチ以内の魔角を開けて、敵に砲撃を行うことができます。この場合は命中補正マイナス1を受けます。ので、注意です。はい。オーバーヘッド射撃の別の例いきます。あのー、歩兵も実はオーバーヘッド射撃ができるんですね。それはまあ、高いところ。 例えばあのフィールドに、フィールドに高低差とか高台があった場合、歩兵が高台に構えているなら、えー、味方を通り越して、高い位置から敵に射撃を行うことができます。これもオーバーヘッド射撃の一種で,す、はいえー、で最後ですね <laughs>、えー、射撃フェーズの最後の、最後の処理ですね。 えー、すべての射撃が、あ、じゃない、すべてのユニットが射撃をし終えた。射撃可能なユニットがすべて射撃をし終えた。あと、一番最後の状態の時に、えー、もし、あの、死傷者トークン、死傷者マーカーか、死傷者マーカーが、スタミナ値、スタミナ値と同値ではなく、スタミナ値を超過した。 超過したユニットがいた場合超過したたユニットがいた場合そのユニットは、えー、ブレイクテストというものを受けますブレイクテストはまあダイスを2個振った結果で、えー、テーブルで判定を行うんですけど、まあ、こんな感じっすねテーブル判定だい,たいあの退却したりするんですけど中には除去壊滅する場合があります これが注意です。で、2つダイス振るんですけどこのダイスにも補正がかかりますスタミナを超過するごとにマイナス1なってで混乱しているユニットはさらにマイナス1で砲兵からえー、射撃を受けたりとか、まあ、後ほどやる近接射撃で被害を受けた場合もマイナス1になりますはいそれでやっていって でまあ、4以下が出たら大体ユニットは除去になりますちなみにこの、まあ、ブラックパウダー通常ルールではこれで部隊がいなくなっちゃう可能性があるんですけどようやくここで部隊壊滅っていうのが出てくるんですけどあの南北戦争ルールの場合この除去する代わりユニットがいなくなる代わりにウィップ状態というウィップ状態の、ね なるんですね、ウィップ状態っていうものになって、どんどん後退していっちゃうんですね。まあ、これに関しては最後に、最後の方にまた詳しくありますんで、お楽しみに。<laughs> はい。そんな感じで、えー、射撃フェーズの最後は、えー、なんだっけ。えー、っと、視聴者マーカーがスタミナを超過しているもの。同じ位置、同じ値ではなく、超過しているものね。超過しているものに対して、 全てブレイクテストをを行うでですこれれ絶対に忘れないいくださいでブレイクテストが終わったら、えー、スタミナマーカー超過している分スタミナ超過している分の視聴者マーカーを取り除くんですねこれも忘れないでください取り除きますスタミナマーカー超過している分ねでスタミナの分だけは残りますで残ってるってことはまあ動揺中ってことなんですねスタミナマーカーと同値の、えー、視聴者トークン マーカーが置かれてるってことはこれは動揺中ということになりますんでこれも押さえておいてください以上が、えー、射撃フェーズですいや結構長かったっすね俺も <laughs> これテイク3で <laughs> めっちゃ疲れてましたそれでは、えー、ついに次回は最後の白平線フェーズに移ります白平線フェーズはそんそれこそかそんなに難しくないと思いますはいそれでは最終フェーズみんな聞いてくれよな 《またね》